マキシム・マルタンはベルギーイクル出身のレーシングドライバー。グランパン GT シリーズやドイツツーリングカー選手権で活躍し、現在は FIA 世界耐久選手権にアストン・マーティン・レーシングから出場している。スパ24時間レースにおいて4度の優勝を経験したジャンミシェル・マルタンはジップ。おじのフィリップ・マルタンもまたレーシングドライバーとして活動していた。 マルタンは17歳であった2004年スパフランコルシャンで行われたファンカップでレースデビューを果たした。翌年にはミニクーパーチャレンジのベルギー選手権において2位となり各国の成績上位者を招待してミサのサーキットで開催されたミニクーパーチャレンジワールドファイナルでは優勝した。2 0 0年のフォーミュラルの1.6ベルギー選手権への挑戦を経て2007年から ユーロカップメガーヌトロフィーに参戦、初年度を3位、翌年を2位で終えた。また、2008年には3勝を上げて、クリオカップフランスのタイトルを獲得した。2009年からは、本格的に GT レースに取り組み始め、翌年、マルク VDS レーシングチームから FIAGT1 世界選手権に出場した。バスラインダースと車を共有したこの年には、 予選レースで2度3位に入り、ランキング14位となった。2011年には、フレデリック・マコビッキーがチームメイトに代わり、4勝を上げる活躍を見せた。さらに、マルク VDS のドライバーとして、ブランパン耐久シリーズやルマン24時間レースへの参戦も行っている。2012年は、オークレーシングから出走したルマン24時間、マルク VDS から出走した。 スパ24時間の両方で一時トップを走行し、アダック GT マスターズでは、ディノルナルディと共に、アルピナ B6GT3 をドライブして、ランキング4位につけるなど、多彩な活躍を見せた1年となった。マルタンは2012年10月にモーターランドアラゴンで行われた、BMW M3DTM のテストに参加した後、BMW のファクトリードライバーとして、契約を結んだ。 2013年1月には彼がレイホールレターマンラニガンレーシングからアメリカンルマンシリーズに参戦することが発表された。同年ビル・オーバーレント55号車をドライブしたマルタンはロングビーチ市街地コースで1勝を挙げた。ブランパン対9シリーズには引き続きマルク VDS から参戦しポールリカール戦で優勝して最終戦までタイトルを争ったがこのレースを優勝した。 HTP モータースポーツのマクシミリアンブークが王座に輝いた。加えて DTM のリザーブドライバーも兼任した。2014年の DTM ホッケンハイム戦で BMW M4DTM を狩ルマルタン2013年12月、BMW は翌シーズンのドイツツーリングカー選手権のラインナップにマルタンを加えることを発表した。マルタンは チーム RMG から参戦し、第5戦モスクワで初のポールポジションを獲得すると、決勝レースも首位を譲らず DTM 初優勝を飾った。2016年からはチームをチーム RBM に移り、2017年まで DTM に参戦した。2015年と17年にもそれぞれ一勝を挙げており、参戦したすべてのシーズンの選手権順位を10位以内で終えている。 この期間、DTM への参戦と並行して、ニュルブルクリンク24時間レースやスパ24時間レースといった各種の GT3 レースにも BMW のワークスドライバーとしてスポット参戦を行っており、中でも2016年にはアレクサンダー・シムス、フィリップ・エングと共にローベレーシングの99号車に乗り込んでスパ24時間レースを初制覇した。 父ジャン・ミシェルは1979,80、82,92年に優勝経験があり、この優勝によって、親子でスパ24時間レースを制することとなった。2017年12月、アストン・マーティンは BMW を離脱したマルタンが、FIA 世界耐久選手権の LM GTE プロクラスに参戦することを発表した。 マルタンは同じく18年シーズンにより新規加入したアレックスリンと97号車に乗り込み、この年より投入された新型のアストン・マーティン、バンテージをドライブした。マルタンとリンは翌年のルマンまで続いたシーズンの間にスパフランコルシャンで1勝を挙げ、GTE プロクラスの8位となった。また、この年、マルタンはイギリス GT 選手権にジェットストリーム。 モータースポーツから、ブランパン GT シリーズ、耐久カップに R モータースポーツから出場した。2019から20年シーズンも、リンとのコンビを継続した。第3ドライバーとして、ハリー・ティンクネルが加わった2020年のルマン24時間レースでは、AF コルセの51号車フェラーリとの同一ラップの戦いを制して、初のクラス優勝を達成した。 FIA GT3 ヨーロッパ選手権 FIA GT1 世界選手権ブランパン耐久シリーズ GT ワールドチャレンジヨーロッパ耐久カップアタック GT マスターズ FIA GT シリーズブランパン GT シリーズスプリントカップイギリス GT 選手権スパフランコルシャン24時間レースニルブルクリンク24時間レースアメリカンルマンシリーズ FIA 世界耐久選手権 ルマン24時間レースデートな24時間レース。ありがとうございます。